ペンタゴンは韓国のネットのデビューリアリティ番組ペンタゴンメーカーを通じて選ばれた韓国、日本、中国出身の9人組男性アイドルグループキューブエンターテインメント所属2016年10月10日にミニアルバムペンタゴンでデビューしたグループ名の五角形を意味するペンタゴンはアイドルに必須とされる五大能力をすべて満たすメンバーが在籍しているという意味である ファンの名称は、ユニバースペンタゴンにとってファンは、宇宙のような大きな存在だという意味が込められている。2016年4月26日、ペンタゴントレーラー、カムイントゥーザワールドに公開した5月2日、デビューリアリティ番組ペンタゴンメーカーを公開した。ミニアルバムフルアルバムシングルシングルミニアルバムフル、アルバムミュージックビデオミュージックビデオその他2020年10月20日に、 放送されたテレビ番組座章にてで初1位を獲得。ありがとうございます。